今日開かれた大分市の足立市長の定例会見です。マイナンバーカードの自主返納が今年度今月20日までに42件あったことが明らかになりました。こうした事態を受けて足立市長は次のように呼びかけました。カードがなくてもナンバーと29項目は紐ついてますよということをまず理解してもらいたい。返しても例えばマイナンバーで紐ついていることを全部消してくださいっていうような意味ではないですからね。何の利点があるのかなって私は思います。一方で大分市ではマイナンバーカードをめぐりこれまでに誤った口座の登録が2件確認されています。市は今後も手を尽くして丁寧に対応していきたいと話しています。県内でも確認されているマイナンバーカードの自主返納、 TOS が県内18市町村にアンケートを行ったところ、自主返納は今年度県内13の市で合わせて104件に上っていました。こちらは各自治体の自主返納の数です。大分市は42件で最も多く、次いで別府市が13件、宇佐市と国東市が11件、日田市が6件などと続いています。返納した理由についてはセキュリティ面に不安がある、カードを使わないなどが多かったということです。ただ返納しても問題が解決するわけではありません。マイナンバーカードを返納しても個人情報はシステム上に残ったままです。市民の不安払拭のため国東市は今月登録状況を確認できる相談会を実施しました。政府や自治体には問題を一つ一つ解消しながら丁寧にデジタル化を進めることが求められています。